やっと来ましたねというところで、長かったですね、この海は。遡れば2018年の4月終わりぐらいから。長いな、これは長かったな。でも裏を返すと1年ぐらいで戻ってくるってことですもんね。これぐらいの下げ相場でも。だからあんまり気負いせずに下がっても楽観的でそのままホールドでもいいんかなって。週足ぐらいの目線で持っとる人は。はい、と2019年5月15日、本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場交差します。順番に時価総額から聞くと、順調に伸びてきているなぁのアメリカドル換算は243ビリオンと、全体の前日比換算見ても下がったのがビットコインサトシバージョン SV とキャッシュの本体 ABC のみで、他が軒並み上げて 10% 以上は当たり前で、オントロジー 16%、 テドス 18%、 リップル 14% 筆頭にもかなり全体的に上げていますよねと。ところで何が原因かで上がってったのか全く分かんないですけどということで、日本円換算の時価総額いくと、こちらも同様に上昇してきている26兆8065億と、ドルが安くなろうが高くなろうがどちらで換算しても時価総額は素直に上昇しているよなというところで、では時価総額1のビットコインからチャート見ていきましょう。週は完全に 20MA だけでなく 120MA ともローソク返り離れて、もう長期トレンドに入ったのは明らかで、あとはどこまで行くかだけですと。日足行っても 120MA 角度ついて、 20MA だったら角度ついて、これだけローソク回離れて、どこら辺でこの勢いが一旦止まっていくかですよね。さすがにこの角度ついた勢いはなかなか止められることがなく、未来の予想は誰にもわからなく、どれぐらいで一旦日足 20MA 触るぐらいまで落ち着くのかなって。単純に上昇だけに浮かれてこのままロングはしませんようにということで、4時間行くと、こちらも同様日足換算の 120MA 緩やかに角度ついてきて、 20MA も同様に角度変わらずに、それに応じてローソクもジグザグしながらなんとか上昇して、瞬間的で言うと91まではいかんのか、90ぐらいで登ってったんだ。現在は88前後で推移していますけど、触りそうになってもまた売っちゃってと。本日はビットコインでなく他のトークもかなり上昇していますからねというところで、はい、とそれで次はイーサ。なんとか週足 25MA 水平右下から角度ついて、ローソクも高値更新して、 7MA も角度ついて、やっと来ましたねというところで、長かったですねこの海は。遡れば2018年の4月終わりぐらいから。長いな、これは長かったな。でも裏を返すと1年ぐらいで戻ってくるってことですもんね、これぐらいの下げ相場でも。だからあんまり気負いせずに下がっても楽観的でそのままホールドでもいいんかなって。週足ぐらいの目線で持っとる人は。で、日足いくと 25MA 角度ついて、 7MA も角度ついてる。おまけに前日比でこれで 9% 弱ほど上昇したのが高値更新と。高値更新は本当あれですね、下げてきた基準が全体的に低いだけにどんどん出てくるわなと。4時間いくと 25MA 角度ついて、 7MA も同様、さらに朝の9時台でこれ高値更新と。現在はバイナンスはメンテ入っていて止まっていますけど、さすがに全体的に仮想通貨相場を信用されてか買われていっているよなーってとこで、はい、とそれで次はリップル。昨日の上げで勢いをついて買われてきたのかというところが、本日で 13% ほど上昇し、くすぶっていた週足 25MA これでようやく角度ついたでしょうね。この長いロウソクで見えんですけど、水平にはなったのは少なくとも明らかで、あっさりあれですね、1日で売っちゃいましたね。昨日今日合わせれば 30% ぐらいは上昇しとるところだから、恐ろしいわなと。日足いってもこの通りで、当然高値は更新してますし、 25MA 角度つけ、 7MA なんか急角度と。原因は全く分かりませんけどね、単純にコインベース法的には言いましたけど、それだけではないと思うし、こうやって勢いついたところへ拍車をかけるように重ね買いしていくもんで、最終心理として上がっていったんだろうなって。4時間行っても同様、 25MA、 7MA 角度ついて、 7MA はあれですもんね、瞬間的な安値が触るだけで完全な抜けまで行ってなくて、当然4時間足内の範囲でも高値更新しとるし、こうやって勢いづくと強いわなと。特に基準が低いだけによくあれですよね、うまみがあるでしょうね。もうリップルこのタイミングではさすがに入るのは遅いというところで、はい、じゃあ次はキャッシュ ABC。 週は 7MA 角度急角度のままで、おまけに高値も更新しとるし、さらに出てきた 25MA も角度ついてきて、これでも前日換算が 1% 弱減少しとると。キャッシュ勢が地味にあれですよね、 SV 含めて本日の相場の中で下げてるっていうのは面白いわな。日足行くと
25枚目ピクリ角度ついて7枚目急角度、昨日に関しても高値更新していて、まあ、全体的にはですね、高値更新が本当口癖になるだろうなってぐらい勢いづいて買われていますというところで、4時間行くと25枚目急角度、ただ7枚目があれですか、これ昨日のお昼夕方ぐらいか、そこで高値更新するも叩かれて1回下抜き、朝方の5時とかでなんとか7枚目タッチで水平ぐらいまで戻したってとこですか。現在は正午からバイナンスアップデートメンテしているんで相場に関しては更新されていませんと。だから朝の9時からで止まりですね。12時からは表示されていませんというところで、はい、とそれで次はイオス。週は右下向いたところの 25MA を角度つけて水平当てがってみるとピクリと触るか抜けるぐらいかなと。その通りに 7MA の上にロウソクいて、こちらもイーサーなど同様になんとか週足レベルでトレンド変化入っていますということで、日足行くと 25MA 少し角度ついた通り 7MA 角度ついてきたのは高値更新しとるのもあって、全体的にあれですね、似通った動きですね。上げ幅がどれだけかっていうところで、4時間行くと 25MA 角度変わらず、 7MA もそれほど角度変わらず、昨日の昼とかに高値つけてその後の5時とかで長いのつけて1回あれですね、21時台昨日の 7MA にロウソクが触りかけるもその後また売っちゃって、現在は 7MA の上にロウソクいますと。なかなかあれですね、 25MA 下抜けるまでは全体的にいかんわなって勢いついた証拠ここですわねというところで、はい、じゃあ次はライドコイン。週は 25MA 角度ついて 7MA も特に角度変わらずロウソク上にいて、これでなんとかあれですか、旨味が出てくる長期目線のロングになってくるかなって。こっからのリザヤがあれですね、角度ついてからが跳ね上がるのが多分でかいと思うんでというところで、冷やしていくと 25MA 水平やや上向きを、 7MA は角度ついてロウソクは上にいますと。高値更新までいかんにしてもなんとかあれですね、戻してきて週足下抜けまでいかんでよかったですよねってところで、4時間行くと 25MA 角度変わらず、ただ 7MA であれですね、昨日の21時夜の9時ぐらいからか、ここら辺でジグザグしながらの通り 7MA が水平で、そこの少し上にロウソクがいるだけと。他のトークンとはちょっと違う通り上昇をくすぶってるのが、やはりあれですね、前日比換算しても 4% 弱と、上げ幅に関してはさすがにリップルとか見とると少なく感じるわなというところで、はい、じゃあそれで次はバイナンス。このアップデート次第でまた上げてきそうなんですけどっていうのが、これハック受けてその次の週のところでこれ高値更新してくる、どまんやねんっていう凄さですよね。あの直近の高値じゃなくてこれピーク時の高値の超えてるんですかね。いや恐ろしいよこれは。 25MA なんか全く角度変わらず、 7MA あれですね、少し緩くなりかけたところまたこれでつけていくでしょうね。何にせよこのアップデートがここの上にもある通りに、どうでしょう、予定的には6時間から8時間ですけど、おおよそ素直にそのままいけばまた相場を上げていくんじゃないかなって。このアップデートの内容次第ですよね。もちろんその後にまたハックがあるとか、あのネガティブ要素っていうのは否定はできんですけど、少なくとも順調には来とるわなと。冷やしていくと 25MA 水平気味、 7MA が昨日の昼とかですか、そこら辺で下抜いたところを抜いてって、現在はこの9時台ですか、アップデート前か、高値更新して 25MA も上抜いていますと。強いですね。ハックして1週間ぐらいで入出金や取引含めた停止のアップデート前に高値更新していくという期待感の表れしかないですね。本当に前日換算では 5% 弱しか上昇しない一方、強いなこれは本当に、期待値を表しとるというところで、はい、じゃあ次はカルダノ。週は強いですね。これ右下向いた 25MA をなんとか角度つけて、イーサとかイオスよりあれですね、下げた分の角度がついてってるよなって。 7MA 下抜いたのもなんとか上抜きまではいかんけど、触りかけるとこまで戻して水平やや右上まで来て、本当なんとか耐えましたねというところで、冷やしでもそれは同様で、下がりかけだと 25MA が水平になって 7MA 角度ついて、高値は更新するまでは上昇してないも帰り離れて、とりあえず安全圏内に入ったかなと。4時間行くとこちらは4時間足内の範囲内でメンテ前の9時から11時ですか、バイナンスチャートの範囲で、そこで高値更新した通り 25MA も 7MA も角度変わらず、さらに 7MA は角度を少しつけてきたと。全体的に変われて上昇立って見とって、ゴボッと減収が入ってきたのかなと。素直にニュースが何がどうのこうの連動しとるってわけじゃないですもんね。はい、ということで次はステラ。一番厳しかったステラは 7MA 水平気味週足で、 25MA もどうでしょう、これ水平までいかんけどかなり角度は緩まってきたので、その通りロウソクの高値が半分ぐらいは 25MA 抜けていて、もちろんこのまま順調にいけば
戻してくるけど未来は分からない、一方全体的に戻してきてるのはあって、特にあれですよね、個別銘柄買わずとやかく全体的にゴボゴボゴボ買われてるんで、なんとか戻していけるんじゃないかなって。もちろん週足25目水平まであれですよ、そんなうかつなことトレードはしないですけど、日足いくと25MA 下がっとったのが水平に近づき、99 MA 角度ついて 7MA 急角度、その通りでロウソクは高値更新シーンまでもかなり長いのつけて帰り離れてと、完璧にロングに入ったとは言えんけど限りなく近づいているのは事実ですわね。で4時間いくと 25MA7MA 特に角度変わらず、さらにはメンテ前の9時から13時バイナンスチャートの4時間足ね範囲内で高値更新してきましたと、完全に全体の勢いでしょうね。これは本当に再三言うとおり個別銘柄どうのこうのではないというところで、はい、じゃあそれで次はテザー。コインベース関連のステーブルコインがかなり全世界流通量取り扱い国増えてきて、テザーはなんとか資金調達するも、他のステーブルコインがこの隙を見て乱立してくるところで、本日は時価総額も10位に下げと、なかなか厳しい状況になってきたの事実だなって。ステーブルコインの発行もどんどん増えてますしね、ちゃんと発行して流通していけるかどうのこうのかは別として、プロジェクトとして行おうとしていることはもう多々増えてきているので、チャートに見ていけば特にそこまで大きな動きはなく、ステーブルコインらしくめちゃくちゃプラスめちゃくちゃマイナスに触れてるわけではなく、ただもうこうやって仮想通貨のが上がってきてどうでしょう、ピーク時ぐらいまでいくとこの時価総額の順位っていうのはトロンとかそのあたり抜かれていく可能性の方が多分高いんじゃないかな。テドスもいますし、ダッシュもいますし、なんだかんだ言ってマイニングハックとか多いって言ってモネロって需要があるのは明らかなんで、下の方行けばアイオータも控えとるし、オントロジーもおるし、単純な今までのやり方ではちょっと通用しんくなってくるだろうなーっていうのがテザーの感想ですというところで、はい、とそれで最後はドル円。こちらは仮想通貨と打って変わってドルには厳しい状況で、例によって昨日の似た時間相場考察終わった時間ぐらいから遡っていくと、アジアでなんとかあれですか、中期を抜いて上りかけると思いきやそのまま推移しつつ、ロンドン吐いて8時とかそんなあたりですかで中期下まで叩かれたんだ。でその後日付変わるニューヨーク行くか行かんかぐらいのところで中期抜いて短期も抜いてったと、そんな一方夜中で短期下抜いたりごちゃごちゃしながらアジア入ってもそこまであれですか、瞬間的な安値が中期に触りかけるも抜くわけでもなく、短期を大きく抜けるわけでもなく、そんなあたりの移動平均線上で推移ながら現在時間まで来て109円の後半と、前日比だけで見ればそこまで大きく動いたってわけじゃないですよね。日足行ってみるとこの目線に関してはかなり下げ相場の見てるの明白な通り、短期中期右下向いてさらにロウソク帰り離れて高値が触らせてもらえん状態ですもんね。週足行くと中期はそここまで角度動いてないのはトレンド変換が遅いためである一方、短期は完全に右下向いてロウソクも帰り離れてトレンド変換してるのは明白で、どれぐらいで戻していくかですかね。そこで関税とかそんなこんでどうのこうので動いてったわけじゃなく、これもあれですよね、仮想通貨と一緒で明白な動いたニュースとかネタっていうのはよくわからんすよね。ただ周期的に移動平均線とロウソクが乖離が詰まって逆方向へ触れて、それが広がってまた縮んでくると逆方向へ行くっていうの動きをここ2ヶ月ぐらいで繰り返しとるというだけで、過去の傾向を最近の動きとして辿っていくのはわからんですけど、少なくとも今年入ってはその2、3ヶ月とかでわりかし週足ぐらいで下げ上げが動いてるわなーという本年の傾向ですというところで、テゾスが 18% など上昇したのもあれでも、やはり昨日20何パー上昇して本日も 10% 以上上昇してリップルに目を向けると、なんとかあれですもんね、下げだ下げだ安値切り下げが近づいたって言いながらあっさり昨日20何パー今日の10何パーで売っちゃって、週足25円目は水平、おそらくこれ角度つくぐらいまで戻していくでしょうね。ロウソクで隠れて見えんですけど、高値に関してもこれでずっと今年連日続いとったのが去年の11月半ばの水準ぐらいまで戻してきてトレンド変化に入ったっていい状況ですよね。ただ今から買うのはさすがに遅いんで、ここはもう拾えんで諦めるしかないですけど、狙うならステラぐらいかなって、ネタ的にはコインベースのリップルサポートぐらいしかないんで全くわからんですけど、ようやく長かったのを吐き出したよなって、意外に早く来ると思ったんですけど全然ニュースネタに全く左右されなくて、どこと提携しようが利用されようが全く
全く本当に買われていかん本当に不当なトークンということで、やっと日の目を見る時が来ましたということで、全体的にはもう個別銘柄どうのこうのないですわね。そのここ2日ぐらいで爆上げする前の基準値がどこにあったかだけでもうステラ以外は長期トレンド変換したといい状況で、ハックされたバイナンスですらなんとかですもんね。戻すだけでなく高値まで更新しやがって、いい意味で恐ろしいというところで、とりあえず本日はこれメンテしとるところで、朝の9時でチャート止まっとって上にも出てますけど、おおよそ6時から8時間ぐらいって出とる通り、このメンテがうまくいけばまたバイナンスも跳ねて、さらに仮想通貨全体的に減収が入ってくるんじゃないかなって、純粋にプラスニュースとして、もちろんまたやられたりセキュリティの穴があるという可能性は否定できないんですけどね。ただ経緯から動きから速さから見るとプラス寄りの期待をしていいんじゃないかなと。全体的にはこれで上昇トレンド入って、あとはどこまで上げていくか、特にあれですよね、ビットコインの週足がこけるぐらい、日足ぐらいじゃまだいいですか、それがいつの周期で来るのか、ドル円のように早いのか、はたまた1年以上なのか、それか前回の下落相場同様に1年ぐらいでトレンド変換してしまうのか、そこは神様すら誰も分かりませんというところで、はい、でそんな感じで、以上2019年5月15日本日の仮想通貨時価総額上位10トークにドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。